どうも、小村です。誰だお前は。さあ、ニュークリアスローンやっていきましょう。ちゃんじょくん、ニュークリアスローンって1年ぶりやね、このゲーム。1年ぶり、小村さんが初めてプレイして登場したゲームじゃないですか。1年前と違って今回全キャラ解放してるんで、まあ、前回はピーナツくんの家でやったんで、今回は僕のパソコンでやってるんで全キャラちゃんといますよ。小村さん、ありがとうございます。小村&ちゃんちょでいこうと思います。へぇ、小村&ちゃんちょ。ついに小村さん、ニュークリアスローンにデビューしましたよ。ちゃんちょくんと一緒に。聞いてないよ、僕もデビューしてたの。最高で、ちゃんちょくん。全く聞いてません。ちゃんちょくんがいない。ちゃんちょくん。アニバーサリーだ。した。僕、なんか出方すごい。あ、ちゃんちょくんがアサルトライフル撃ってる。魚みたいな感じで出てくるじゃん。うわ、2体目のちゃんちょくん。僕そんな出てくんの？増殖してる。小村さんのライフルを犠牲にして召喚するんですよね。じゃあ、いけいけ。あ、小村さんのライフさえあれば無限に出てくる。うわ、ちょっと。何その出方。ちゃんちょくん、時間が経つと死んでしまうんですよね。ちゃんちょくん死ぬと経験値と弾落としてくれるんで、死んでも役に立つ。僕死んでるんで。もちろんこれあれですよ、公式じゃなくてネット入れてるんですけど、あ、もともと存在するキャラの見た目を変えてるだけなんですよね、今。あ、ビフォーアフター。なるほど、もっと入れたんだね。いやー、神ゲーはニュークリアスロン。いや、僕はさ、1の3、こっからボス出てきますよ。ちょっと僕の確かに1のボス強いんだろうな。なんとかならないかな。ちょっと見た目もかっこいいやつが出てくるんだろうな。わーわーわー、できた。ピーナッツ。ええ、ピーナッツ、ピーナッツ起こして。ピーナッツくん敵。ちょっとピーナッツくん、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 ピーナッツくんの死骸がすごー。僕ピーナッツくんちょっと雑やな、顔がちょっと雑だし、なんだね。すごいね、これもっと入れて。ちゃんちょくん殺意高すぎやん。めっちゃ薄いやん。いや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 、いいよ、ちゃんちょくん強いよ。すごい、わー、僕が下手だった。ちょっと、小村さん、走れません。ピーナッツくん怖い。またいけ、ちゃんちょくん倒してくれ。ピーナッツくん、ピーナッツくんめっちゃ出てくるね。倒した、よかった。ピーナッツくんと戦うことになるとは思ってなかったです。おしゃれになれへんと、ピーナッツくん。いやー、なんだそれ。嬉しいわ。ちゃんちょくんはピーナッツくんだけで僕についてきてくれるわ。殺してんだよ。うわ、僕がいっぱい。なんなのこれ。めっちゃついてくる、ちゃんちょくん。1周年で怖い。結構あれだね。ニュークリアスローンの実況1年前に僕したんですけどね。裏ボスを倒して終わりたいって言ったんだよ。あ、前回は普通にノーマルにボスを倒す。やっぱ上手いね、小村さん、これ。ちょっと、僕をちゃんと守ってるんだよ。うまいうまいうまい。うまいうまいうまい。ちゃんちょくん、僕の盾になってくれ。いやいやいや、ここで3面のボスなんですけど、はい、でこいつビッグドッグ。ビッグドッグ、ビッグドッグはノーマルビッグドッグ。最初はね、このモッド、このビッグドッグ、はい、ポンポコさんのモッドでポンポコさんに見た目変えようとしてくれたんですよね、友達が。こんなビッグドッグ倒した。ただね、はい、僕の友達あれなんですよ、ピーナッツくんを作ったところで力尽きてしまいましたね。あ、もう無理や。いやいやいや、すいません。近接武器が欲しいな。相手の弾を跳ね返したり消したりできるんで。友達いたんだ。ちゃんちょくんの死体が。何してんだ。三日月。三日月じゃないだろ。1年前実況して、また1年ぶりに実況するってエモくないっすか。いやー、すごい。エモいの使い方ってどういうこと。エモいの使い方に自信があるんだ。いやいや、おい、小村さんも1年経つんですね、実況始めてから。ねえ、来た。1年ですよ。1年って長いね。個人的にはこのボス一番強いと思ってるんですよ、僕は。うん、もう1年を振り返る隙間もないゲームだわ、これ。でも裏ボスの方が強いだろ、さすがに。すごい勢いで戦わないといけない。気にしてる。ちゃんちょく、ちゃんちょく頑張ってくれ。倒した、さすが。僕、今5体出てきてる。あのボスの見た目をデニム君に変えようと頑張ってた、友達は。あ、いっぱいいろいろ入れてくれようとしてたんだね。ありがとうございます。ちゃんちょくんがいい陣形組んでるね。いや、ちょっと気持ち悪くなってきたわ、僕こんなに出てくる。うわ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 、出すぎだよ。僕出すぎだわ。ちゃんちょの集団がもう一つの生き物かのように動いてる。そうだよね。ちょっと多いわ、気持ち悪くなってきた。あー、大量死。一気に死ぬのこれ。よし、いけいけいけ。ちょっとやばいな。わー、思い出してきた、思い出してきた。いたね、こいつ。うん、いたいた。はい、ください。
小村さんも1周年か、1年前ラスボスです。なんか小村さんそいつを倒したらエンディングなんですけど、はい、ラスボス倒す前に、はい、左右にあるこのジェネレーターこれを全部破壊してからラスボス倒すと2周年いけるんですよね。え下手したらちょっと負けるかもしれんな。そうですね、1年ぶりなんで腕下がってますよ。いや倒して倒して2周目なんてあんだ。おー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 怖い怖い怖い。あ、大砲来るぞ。ちょっと避けろ。あ、ちゃんちょかちゃん僕がよし、頭を倒すだけや。いいよ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 。こいつは結構弱かった気がする。そんなに対して強くなかったはずだ。強い。うわうまい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 。あと1食らったらやばいよ。危ない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 。よしよしよし、回復回復回復した。あとはうまい。さすがちゃんと2人いる。僕をねちょっと犠牲に。第二形態で戦いましょう。うわさあ来い。え第二形態真のラスボスですね。えニュークリアスローン2ウソタスと2周目になるんですけど、その2周目で裏ボスバッターがいきたいね。いやーこれちょっと強い。チャンジ君なかなか狙いが正確じゃないか。危ない危ない危ない。僕結構頑張ってるね。チャンチョー。結構倒した。第二形態意外とライフが少ないんですよね。ナイスー。よし、2周目来た。あ、え2周目から敵の量がめちゃくちゃ多くなるんですよ。おもうすでに多い。2周目これいっちゃうんですか。1年越しで2周目すごいすごいな。いや量がすごい。三国無双ぐらい多い。いやー僕とチャンチョくんならいける。いやすごいね小村さんのスーパープレイ。この1年前のニュークリアスローンで、あ、この人突っ込んできた車の中に、あの車が開いた瞬間に入れるんですけどね、ちょっとタイミング逃したの。あ、車の中に入れる。さすがにこのレベルまで来てなかなか喋れないです。あ、入りたい。入った。入って入って入って。いやー、ちょっと多いわ。いや、僕のチャンチョ軍が相手になってやるぜ。うわー、うわー、うわー。よくやってられるね。うまい。いやこれ敵側も怖いやろな。この人数。そうだよ。結構数で数の戦いだね。数と数の暴力だ。もしかしたらピーナッツくんが2体出てくるかもしれない。え嘘でしょ。ダブルピーナッツが見れるかもしれないっすね。いやいや増殖しないで分裂しちゃうよ。ピーナッツ上と下にピーナッツくんがいる。ピーナッツくん、あ、増殖しちゃった。分裂しちゃったよピーナッツ。ピーナッツを殺せ。ちょっと嘘だな、殺せる。おぉ、あ、死な。ピーナッツくん、オッケー。しじまるさん、ピーナッツくんなんてこんなもんよ。僕とチャンチョくんのコンビネーションに比べたらピーナッツくんなんてこんなもんよ。そうだね。よし、行けた。え、車の中入ったの。これで裏ステージに来れたんですけどね。今なんとか車の中入りました、ね、すごい、なんか怒涛のような展開だね。あと2、3回ステージ進めたら裏ボスと戦います。おぉ、もうちょっとすごいな小村さん、今日なんかすごい結構雑魚いぶきで来てるんですけど、さすがこれは小村さんのいる場合といったところですね。本領発揮感あるわ小村さん。なるほど。あ、なんだここは。あ、なんか静かだよ。来た、かっこいい。キャプテン、キャプテン、あれ、うーん、シュ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 。まずいまずいまずい、勝てへん普通に。やばいやばい、相性が悪すぎる。やばい、あと1食らったら終わりだよ。回復え最初からずっと友達とディスコードで通話しながら僕は一人でなんかゲームしてたんですけど、友達はずっとこれ作っててなんかめっちゃ作るの大変そうやった。なかなか思い通りにならへんって言って嘆いてた。僕はその友達の苦痛を BGM にしながらゲームしてましたから。一回友達が僕に手伝わそうとしてたんですよね。あ、このモッド入れるちょっとコモナも手伝ってくれよって、はい、
手伝った。その時僕は友達にこう言ったんですよね、はい、手伝ってあげてもいいけど、はい、このモッドの半分は僕が作ったって生きまくるけどいいって言ったら、じゃあ自分一人でやるわって。何なのその手柄の取り合い。ちゃんと一人でやってくれました友達は。僕は一切手伝わへんだって。いや友達っていう、いやもうちゃんと出して、実名報道してね。めっちゃスナイパーいる。危ない危ない危ない、怖い怖い怖い。いや強いな、危ないよ。どっかじゃないな。そうだそうだ、こういろんな武器あったね。スコップ頑張れちゃんちょちゃんちょ。どうしたコマラ。トクロスボーいいっすね。うわうわうわ、めっちゃ狙われた。ちゃんちょちゃんちょ危ないぞ。僕気をつけて気をつけて。下がることを覚えろ。ガンガン突く進む。え、何に当たったし、車か。地味にピーナツくん倒すとき血を吐いて倒れるモーションが入ってるらしいんですけど、一瞬過ぎて見えないっすね。いやいやいや、何その言われてみればダメージ受けたとき血を吐いてるなとは思ってる、うん、血を吐いてるね。ちゃんちょくん、このゲームね、実は2人でできるんですよね、はい、あ、そうなんですか。いや、今僕とちゃんちょくんは2人でやってますけど、2人でやりたいな。ちょっと見てるか分かんないですけど、動きを強めるな。2人でやりたいな。あ、ぜひ。ぜひちゃんちょ、2人で頑張ろうぜ。あ、はい、僕2人でやってるから今もれない。すごい、コマラさん、ちょっと裏面、いやー近づくべきじゃなかった。ちゃんちょくんに任せるべきだった。ちょっと僕にもちょっと任せてよ。いやいやいや、もっと僕出して、もっとご了承ご了承、僕出して。全員一人も僕出てない。一人で行ったのはちゃんちょくんなんていらんかったんや。おい、必要だっただろう、僕がいることによって、集団戦やな。本当だよ、数と数の暴力。ちゃんちょくんに囲まれてる、幸せ、うん、頑張れちゃんちょ、その時を倒してくれ。あ、こいつ、ね、結構頑張れ頑張れ頑張れ、終盤まで来たんじゃない。ガンドルちゃんちょ強いよ。いいよ、バクン。あ、いい、あ、死んじゃった。いいよ、いけ、ちゃんちょ。ちゃんちょくん、頑張れ。自らの手を染めろ。上を狙ってくれ。ナイス、ナイス。自らの手を染めろって。僕が確定ですから。いやいやいや、ちゃんちょくんは、あ、そっか、それで、スコップで弾をかけして。ちゃんちょ。いやいやいや。ナイス。やったー、僕の手柄だ。あー、これ本当に。あー、つい、ほんまに強い。コマラさん、ちゃんちょくん一人で戦ってる。コマラさん、ちゃんちょ、あいつを倒せ。いやいやいや、意味ないんでしょ、コマラさん死んだら。通常モンスターじゃ最強やからな、あいつ。例えば、ちょっと前にスリーザリオってゲームで僕実況あげたんですけど、はい、あの実況の中で僕、はい、今まで僕はポコピーさんの動画と自分の動画とオメシスさんの動画ぐらいしか VTuber 見てなかったって言ってましたね、たんですよね、はい。その時になんかちゃんちょくんが僕がコマラさん自分の実況を見てることにちょっとなんか半笑いになったんですよね。あ、割とコメントとかツイッターとかの反応とかでもコマラさん自分の動画見てんの笑うみたいな、なんか知らんけど僕が僕の動画見てることおかしいみたいな雰囲気になってたんですよね、若干。僕ちょっと言わせてもらいたいのかな、ね、はい、僕は動画投稿される前で僕の動画がどんなか知らないんですよ。ちゃんちょくんの声がついた動画をね、見るのは実況上がった時しか見れないですから、ね、まあ、そうですね、確かに僕のね、一緒に僕が一番小原さんの実況を楽しみにしてますから、ね、はい、言っとくよ。どんな仕上がりになったのか知らんから。あ、そうですね、すいません、僕も小原さんの実況は楽しみにしてます、はい、いやいや、すいません、なんか尻尾が揺れてんのが可愛いっすね。本当だね、すいませんね、クラブでちゃんちょくんのこの棒立ちを。いやいやいや、僕もほら、ちゃんちょくん、ちゃんちょくん、ちゃんちょくんが攻撃して僕がちゃんちょくんを守る。これが完璧。ちゃんちょくん、ちゃんちょくんめっちゃ攻めきやん。やったー、イ、僕の勝利ですね。友達がちゃんちょくんのドットを作っている時、ディスコードで通話してたんですけど、はい、友達はちゃんちょくんのことめっちゃキモい言うてましたね。いやいや、ちょっと、僕のこと知らない方、斜め向いてる画像とかないのとか言われて、正面、はい、正面やったらあれでって言って正面ちゃんちょく見せたんですよね、はい、正面もなんか気持ち悪いわ言うてましたね。ちょっとおい、友達はちゃんちょくのことを、まあ、それでもちゃんちょくを作っちゃうんやから、ホンダ積んでるやろと思ってるんですけど、弾幕やべ、
ういうことか。それでも僕作ってくれたのにキモいって言いながら作られるのが一番いいから。うわマジで、近づいちゃった。やばい、持ってる武器がちょっといい、ね、車の爆発でダメだったじゃん。これいける、いけますか。駒田さん、駒切れだけ気をつけたい。スキルさえなければいけそう。いけますか。もうこの画面がすごいことになってますけど、この制圧力よ、負ける気がしねえぜ。いやすごい、ほらよし、あ入った入った入った、シャー倒すぞ。ラスボス、ラボス、あラボス、シュワリと万全の状態でだ。あ行くぜラボス、ここ来ました。キャプテンじゃない、キャプテン来い、キャプテンちゃん。うわーちょっともう減った、もうライフやばいよ。マジで強いね、もうライフやばい。あ来た、回復し、回復ください、回復、回復、よし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 、危ない、おナイス。この跳ね返し強いね、跳ね返せるんですね、うまい、跳ね返し強い、跳ね返し、ナイスナイス。僕が基本的な攻撃をして対抗度してるのがありがたいな。小村さんがそうやって跳ね返していこう。攻めのチャンチョ、守りの小村、いいよ、ボーガンも効いてる。あいいね、いいんじゃない、通した通した、おお割と静かな中やった。やったー、どう料理してやろうか、吹っ飛ばしてやる。あチャンチョくん、チャンチョくん乗ってる、 おい僕が出る前に死んじゃったじゃないかよ。やったー、なんだなんだなんだ、これでクリアっすね。これが裏ボス、ブルブルやったこの可愛い小村さんを見てくれよ。いやいや僕だろう、可愛いのは。ぜひね、ぜひこのゲーム神ゲーなんて やってほしいですね。やったー、僕の勝利だね。ちゃんちょすごい、この絵もいいっすね、背中合わせに立ってる感じが。いい、ね、かなりカップヘッド以来の協力プレイでしたよ。協力プレイでした。普通にやっても結構やり込み要素あって楽しいんですけど、はい、モッドが結構豊富にあるんですよね、まあ、武器増やしたりとか、難易度なんかハードモードめちゃくちゃ難しいモードを作ってあったりとかね。あと、まあ、ここにない有志の人たちが自分たちで作ったオリジナルキャラクターとか、はい、このコムラ&チャンジは、うん、もともといるキャラ、うん、こいつ何こいつなんですよね、本当は。もともと見た目はこれだったんだ。こんな感じのやつを見た目だけ変えてるだけなんですけど、ミイラじゃん。まあ、もう見た目も中身も全然違うようなキャラ作ってる人たちもいるんですよね。すごいね、本当はこんな姿なんですよ、コムラ&チャンチョ。あ全然違う、すごい。それをなんかモッド入れることで変わるんですよね。うわあ、まあもっと詳しくないんであれなんですけど、ブラッディマンデー。よし、まあ、こんなもんかな。いやどうでしたチャンチョくん。いやー僕が活躍できてよかったです。自分のキャラクターがゲームになるっていうのは嬉しいもんですね。いや嬉しいですね、コムラさんの友達に感謝ですよ。感謝、コムラさんのお友達。こんなもんキモいって言ったことだけ忘れないけどな。ありがとうございました、コムラさん1周年おめでとう。